北条町は、かつて、千葉県安房郡に存在した町。現在の立山市の中部に位置する。明治時代には、軍役所が置かれ、大正時代には、鉄道駅が開業するなど、安房地方の政治経済の中核として発展した。1933年に、立山町と合併し、新たに、立山北条町が設立された。 現在の立山市では市域を10地区に分けており、旧北条町の町域は、北条地区と呼ばれる。北の平久里川と南の塩入川に挟まれた、立山湾に沿った平野部にある地域で、内房線立山駅や立山市役所などを要する、現立山市の中心地区である。1926年の時点では、北に平久里川を隔てて、名古町と東に、 国府村、立の村と、南に、立山町と接していた。当時は、北条、新宿、長須賀、八幡港、高井、上野原、正木の八区に分けていた。北条町は、安房軍第一のというとされた。北条の古い集落は、立山湾の第三砂丘列上に位置しており、内房、外房からの暴走王冠が合流する用地であった。 南房軍域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西岬村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平郡21、薙原村、後名子町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、浅比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、野土倉町、44、健田村、 45、千歳村46、豊田村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐六61、太見村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村。 65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大大、巨南町北条という地名は、古代の上理性の名残であり、これと大になる地名として、豊房地区に南条がある。 鎌倉時代には鶴谷八万宮が府中から八幡へ移されたと伝えられる。戦国時代には現在の北条に加え、港、八幡、上野原、新宿を含む地域が北条と呼ばれていた。江戸時代初期に北条村から港村、八幡村が分村した。江戸時代初期の慶長年間には長須賀や北条にすでに町場が形成されていた。 官営十五年、安亡国で、北条藩一万国の大名となった、八代忠政によって、北条の中町に、陣屋が置かれた。北条藩は、八代氏が約七十年、その後中断を経て、水野氏が約百年にわたって治めた。水野氏は、文政十年に、カ佐国鶴巻藩へ移るが、文久元年に、安亡国に五千三百国を領することになった。 大江三上藩が、飛び地支配の拠点として、北条陣屋を明治元年まで利用した。幕末の後下4年、安防国の東京湾岸の解剖を担った、忍藩の手によって、鶴ヶ谷に、解剖陣屋が置かれた。江戸時代には、北条、長須賀、八幡田、港、高井、古川神殿の六花村があった。明治初期、 北条村から新宿、上野原が分村した。明治元年、北条を含む地域は、駿河国田中藩から移された、長尾藩本田や四万国の領地となった。明治三年には、長尾藩が駿河谷地宮を改修して、藩町都市、藩市居住地を建設した。明治四年の廃藩地検で、長尾藩は廃止され、長尾県から木更津県への編入を経て、 千葉県の一部となるが、宮町美繁町は明治7年まで県庁の出張所として利用されることとなった。明治7年、大工職区制の施行により、安房軍、平良軍は第一大工となり、北条に大工古希所が置かれた。なお、朝比奈軍、長佐軍は第二大工となり、前原に古希所が置かれたが、第一大工長であった、正木定蔵が、 翌明治8年より、第二大区長も兼任した。大区役所の庁舎は、北条おじにやを転用したものである。明治11年に軍区長村編成法が施行されると、安房、平、朝比奈、長佐国役所が北条町に設置された。当初の軍役所の庁舎は、大区国希を引き継いだもので、北条警察署、軍会議事堂、北条町役場、 北条病院などが立ち並ぶ、館長街が形成された。なお、四軍は、明治30年に、安防軍として統合された。軍区町村編成法施行の際、北条村は、新宿町と、八幡田村は、高井村、港村、上野原村と、長須賀村は、上名倉村、下名倉村とそれぞれ連合した。 明治17年の古町役場管轄区域の再編の際、際長須賀村は、立山町他に村の連合に加わり、他の7町村が一連合となった。1889年、町村制の施行により、北条村、新宿町、上野原村、長須賀村、八田村、港村、高井村が合併して、北条町が発足した。新町名は、 最も著名な北条村の名が取られた。なお、この際に、高井村と平群生、木村、府中村の間で作装していた土地が、平急里川を境界とするよう交換された。現在の北条正木地区は、この時正木村から北条町に編入された土地である。1919 19年5月24日、木更津線の名古船形駅以南が、延伸し、 北条町にはその終点として安房北条駅が開業した。この際、木更津線は北条線に改称した。北条線はその後東へ段階的に延伸して1925年に安房鴨川駅まで開通。1929年には房総半島を一周する鉄道路線が開通した。安房北条駅の開業後、 駅前を中心とする商店街が発展し、北条町の中心も駅前に移行した。1888年に記された町村文豪資料によれば、北条、新宿、長須賀の住民は商業と農業で、その他の村は農業で生計を立てていたとある。1926年の安房軍史によれば、 町民の大部分は商業に従事しているとあり、また、秘書地として巧妙であるとされる。ありがとうございます。